金新育は、大韓民国、慶喜動化川市出身のサッカー選手。韓国代表。ポジションはフォワード。2021年時点で、K リグ歴代3位となる132得点の実績を誇る。育の字は朝鮮語での発音が同じ、朝日で代用されることがある。ウルサン現代中央大学校を中退後、2009年、ウルサン現代に入団した。 入団時のポジションはセンターバックだったが、プロ入り以来、主に FW として出場している。2010年から韓国代表にも招集されるようになり、アジアカップ2011、東アジアカップ2013、2014FIFA、ワールドカップにも出場している。2014年9から10月、にがわアジア大会にオーバーエイジで出場し、 韓国の優勝により兵役免除の恩恵を受けることになった。全北現代2016年より全北現代モータースに移籍。上海進化2019年7月8日、中国スーパーリーグの上海進化へ完全移籍することを発表した。背番号は20番。なお、中国メディアの報道によれば、上海進化とは3年契約を結び、 年俸50億ウォンを受け取るとされているほか、遺跡金は70億ウォンに上ると推定されている。2021年8月6日、上海進化との契約を解除。ライオンシティセーラーズ系リーグのほか、日本と中国のクラブも獲得を検討していると報じられたが、2021年11月15日に、金土君が監督を務める。 シンガポールプレミアリーグ王者のライオンシティセーラーズ FC と契約。ザ・ストレイツ・タイムズによれば3年契約で年俸は SPL 史上最高額となる300万ドルと推定されている。ありがとうございます。